されてるんですよね。そうよ、もう4年くらいやね。ですよね。どっかの理系じゃあるまいし。ってことなので、この際クリスさんと藤原さんにも恋愛研究を手伝ってもらったらどうですか。お二人はリアルに付き合う正当なカップルなんですから。確かにそうね。言われてみれば俺たちはまだまともな恋愛関係のサンプルを知らん。知っているといえば異次元愛の小助に。寝顔も可愛いぞ愛くん。一方的に激しい恋愛感情と妄想を募らせていた奏で。高橋先生、どういう目で私を見てたんですか。藤原水雨、クリス・フロレット、俺たちが互いを好きかどうか判定するため、好きの定義を見つけるためにぜひ研究に協力してほしい。ええよ、うちはいろんな唾液採取したいし。そうだね、なかなか興味深い研究だけれど、僕には一つ理解しがたいことがある。ん？君たち、自分が好きかどうかわからない程度なら別に好きじゃないんじゃないのかい。なんだと。そうだね、例えば、わーい、君たちの研究が見事に成就し、好きの定義が完成したとしよう。その結果、お互い好きでないと判定されたとしたら、そうだったのかと納得して引き下がるのかい。僕は違うね。誰が何と言おうが、どんな定理に反しようが、僕は水を愛している。それは誰にも覆せない。